はい、ヤフー YouTube、どうもなきです。さて、今日もね、すぐ撮ってますけども、皆さん、もう俺と同じリアクションでしょ。昨日は。もう、冒頭よ。冒頭、Believe。冒頭見ました。もう叫んだね。怪しいって。おま、マジかって思って、嘘やろうと思ったもん。お前第3話でお前マジみたいな。いやー俺そこで来たかと思っちゃった。いやどうにかはするんだろうなとは思ってたんだけど、いやーまあそのほらとにかく最初脱獄の手助けするみたいな感じだったじゃない。でも理由がまあそういうことだったっていうのを語ったわけじゃん、林がね、神川さんが。おぉ。おぉ。なるほど。でもそれでいいのかみたいな、もうなんかちょっと俺最初からパニクっちゃって、え？マジ？みたいな。でももうさ、まあ、着替えてさ、選別だみたいな感じで3000円ぐらいこう。ポッケに入ってたこれをさ渡してくれたじゃない。いや俺もびっくりした。でもさこのやっぱ構図ってさやっぱキムタクがこういう構図ってあんまやっぱなかったよねって思って、やっぱりその今まではさまあでも BG もそうか、でも教場とかはそうだね、まあみんなメインだったけど、なんかこういう脱獄でさやっぱさこう何もうボコボコにされてる状態になってからのやっぱりこう上がっていくストーリーってね、やっぱなかったよね、今までね。今までのキムタクドラマではそんなになかったはず。ここまで下げてっていうのは。うん。もちろん平社員とか、なんかそういうのいろいろあったんだけども、こういう、なんだろう、もう泥臭くさ、あんな雨の中、ボロボロになってなんか、追われる身みたいな感じのやっぱなかったもんね。うん。それが新鮮だったっていうのもやっぱあった。実際見てみて、こんな感じになるんだみたいな感じでちょっとこう俺は見てました。ああこういう絵になるのねみたいな感じで、うん、すごい良かったけどね俺は。うん、ただもう俺は林にマジでびっくりした。おんまマジかっつって、だからこれがどういう最終的な展開になるかが全く分からない。そのさ橋を作り、なんて橋が綺麗に作って終わるのかみたいな話もあるし、いや俺はちょっとないんじゃないかなと思うんだけど、全然わかんないけどね。けど脱獄もすごかったよね。結構走ってさみんな逃げてたけどさ、うん、すごかったと思う。黒木ですよ、黒木。黒木がさこれさどういう意図なんだろうね。もうやっぱさ昨日の段階でもう兄弟だってことはもう明かしたわけじゃない、ちゃんとねドラマ的にも明かしたわけで、何を知りたいというか何をしたくてその狩山をこう追ってるのかが分かんない。その本当のことを知りたいっていうことなのか、もう本当にただもうお前のせいだみたいな感じになってるのか、どっちかが分かんないから、それによってもう昨日もさすごいもう待てみたいな感じでさもう動くなよみたいな感じになってたじゃない。相当狂気というか狂気乱舞してたっていうかさ、もうかなりの圧で結構向かったじゃん。この竹内くんのさ、キャラのこの刑事いいよね。かなりいいと思った、俺は。うん。すごい、いいキーマンになってるよ。うん。な気がした、俺は。すごかったよね。もうなんか、どこかしこも行くし、なんか、やっぱ、その、捜査一課の刑事だからさ、やっぱさ、その、町の交番の人でもやっぱ偉い、偉いって言ったら変だけども、その上なわけで、立場的に。だからこう、どうだろうね、みたいな感じとかさ、いろいろ話したけども、すごかった。竹内くんのこのキャラで、まあ、こっからどう追い詰めていくか。だからこの多分、逃走犯と刑事のこのやり合いっていうのがかなり多分続いていくんだと思うんだけども、そこに、だから、何、弁護士がどういう風に入ってきたりとか、もうその会社がどういう風になっていくのか、全く先が読めないストーリーだから今回、本当にわかんないと思う。なんか、一話一話本当になんかさ、は？みたいなことが起きるじゃん。俺今回本当に分かんないんだよね。うん。けど絶対に黒木はもう大キーマンなのは確かなんだよ。それは大キーマンだった。
まあ、さっきも言ったけど秋沢さんさ、いやだからその狩山の弁護士なら分かるんだけども、その会社にどういうふうな、あれを持っていくのかっていうのはちょっと分かんないよね。だから会社にとって利益というか悪いことないように、まあ、会社にも、まあ、狩山にも悪いことないように、まあね、弁護士という立場で動くんだろうけども、まあここもどういうふうな立場でなってくるか全然分かんないよね。狩山どうするんだろうね。弁護士の立場って言ってもさ、狩山が狩山のことを守ろうとしてる、守ろうというか、してるわけだから、こうなった以上何もできませんみたいな感じになってくるのか、もうさらに弁護を続けるのか分かんないけどね。まあだけど、あのフロッピーを見つけに来るっていうのは確かだから、だからそこに対して弁護士がどういうあれになるのか、なんかさ、みんなさ考察でさ、このかあの秋沢さんがさハンカチで汗拭くじゃない。で汗拭くのにはなんか理由があるんじゃないかみたいな話もしてて、だからその何常におどおどしてて、汗っかき、ただの汗っかきでハンカチを常時してるんじゃなくて、何か昔あってそれでこういう体質になってこういうことになってるんじゃないかみたいな、なんかそれもなんか過去に遡ればあるんじゃないかみたいな深い考察をしてる人がいて、いやそこも入ってくるみたいな、いやそんなになるみたいな、なんかで見たんだよ俺、なんか昨日ツイッター X かなんかで見たんだよね。わかんないけど。いや、だからそこまで入ってくるとマジ深いなと思って。ちょっとわかんないですけど。それもあるんじゃないかな、みたいな感じですね。南雲ですよ、南雲。このさ、一ノ瀬くんは、本当にその、ここのキャラ、ね、難しいキャラだと思う。本当に何、まあ、僕は、ごめんなさい。僕は、これで一ノ瀬くんってことを知ったんですよ。一ノ瀬彼のことを知ったの。また、もちろん、いろんな、ドラマとかも出てたと思うし、あれだと思うんですけども、僕は知ったんですよ、これで。ね。で、僕は、だから、初めて見た、この、しっかりとドラマに出て、がっつり出てるのが、このキャラで出てるから、おい、お前さ、みたいな感じで、見てしまっている。ね、先入観として。もちろん、そういう人じゃないっていうのは分かってるんだけど、ドラマの内容的に、お前、こんなキャラみたいな、こんなことしてんのみたいな。お前、どうすんのそれでみたいな。なんかもうそういう状態に陥ってる。いや、どっかで構成してくれるというか、なんだろうな、やっぱ男を見せてほしい、やっぱり。そのね、悪いことじゃないっていうかさ、その会社に、ね、順応するというか、の人も、もちろんいるんだと思うんだけども、もちろん全然ね、まあ、最終的にはさ、やっぱドラマっていうのもあるし、お前さ、ちょっと、そこはこっちつくだろっていうところを見せてほしいの、南雲には。そう。大逆転劇を俺は南雲には期待してる。西田君には期待してるけども、まあドラマ的にはどうなるかわかんない。それはもう僕もわかりません、正直。はい。で、ヒロトですよ、ヒロト。ね。やっぱヒロトは、まあちょっとこれ昨日はちょっとあんま出てなかったけどもさ、その回想シーン出たけど、やっぱヒロトは、やっぱりこう、ね、見てたけども、味方っていうかさ、やっぱ思いは強い思いだと思うんだけども、まあ、奥さんですよ。奥さんは。いやー、ちょっとあれはショックだったな、俺。ショックすぎた。いや、まさか、それ、俺、それ、もう、キムタクは知ってるわけじゃん、そのことを。もう、だこうなったってことは、警察呼ばれたってことは、まあ、あの奥さんは、もう、そういう答えなんだろうなっていうのは、多分、キムタクの中で分かってるから、それを伝える?いや、伝えるんだろうね、伝える。まあ、ちょっと俺はマジで深いな。それもだから、現実を突きつけ、ね、現実は現実だから、あれだけども、あの奥さんはちょっときついわ。だからそういう、そこに行くって、もうそれしか出なかった、俺は言葉が。いやー、そこはさ、
まあ仲間で会ってほしかったけども、まあそれじゃドラマがつまんなくなるっていう話なんだろうね、うん、やっぱそこは裏切りを含めさらに追い込まれていくっていう姿をこう出していく、うん、やっぱきついところまで出していくっていうところはやっぱドラマとしてはまあ正解だったんじゃないかなと、まあ僕はね、まあ結果論はそうだかなと思うんだけども、でもねあれね、花くんのヒロトがね本当かわいそうでもうならない。俺はあれだけ思ってて頑張ってたのに、いや、しかもね自分が悪いわけじゃないって言ってるのにそうなるってのは結構きついわ。でもなんか現実ありそうだよね、そういう話って。なんかありそうな気がした、俺は勝手にね。うん、でもちょっと悲しかった俺はあれを見て。うん、で昨日のこのさ、片山ゆきちゃん、品川署だっけ、あの刑事の人、いいキャラしてたよね。あの携帯見てたさ、こうここで出てきたかみたいな感じで思ったけども、新しくなんだっけ、結構出てんだよねドラマはね。なんか俺あんまりこう詳しくは知らないんだけども、女優さんで、うん、なんか出てたらしいよ。映画とかもちょこちょこ出てるみたいだから、うん、なんかそれもちょっとね、今回のを昨日見てなんか、あ、こういうの出てるんだみたいな感じでも思ったから、うん、ちょっとね、見てみたい。ゲットレディとか出てたみたいだね、ドラマね。全然違うところだけども。うん、とかも出てたし、うん。結構昨日見て、あのボブが似合ってたのが俺は好きだった。なんかどうしてもそこで見ちゃうんだよね。うん、なんかあのボブヘアで、短めのボブヘアで、ちょっとちょっとね、ミステリアスな感じの、あのお顔つき、うん、の雰囲気は俺は結構好きだから、うん、結構多分今後も多分出てくるでしょ、ちょこちょこ多分。なのでまあ多分バディみたいな感じになるじゃん、多分その竹内くんと2人でこう追っていくというか、昨日もさ最後さね、でしたけどもさ、玲子さんが最後さ、あの橋んとこ行ったじゃん、橋んとこ行った時にこう言ってたじゃん、狩山玲子があの橋のところに行きましたみたいな、後ろついてきてたじゃん。だからやっぱそのバディで二人三脚でまあ今後の展開を出すんだろうなと思うけども、まあ、玲子さんもやっぱさ、ここでね、でどこを思うかだよね、キムタクのやっぱ夫としてやっぱり行くのか、でもやっぱりその突き放すのか、うん、俺は多分けど突き放すんじゃないかなと思ってる、うん、最終的には良くなるのかもしれないけど、ここだとまだ突き放すんだと思うよ俺は。突き放すっていうか、そのなんだろう、出頭させたりとかさ、そのもうそっちに行く方向に行かせると思う、多分次回の多分最初で、うん、でもキムタクは嫌だって逃げるんだと思う。キムタクはもう会いたくてしょうがなかったみたいな感じだけども、多分玲子さんは押しのけるんじゃないかな、うん、でそういうちょっと厳しい状況でまだまだ追い込まれて追い込まれて追い込まれていくっていうのが、うん、ドラマ的には最終的にこう落ちて落ちて落ちてグッて上がっていくストーリーにしていくんじゃないかなとは俺は思うよ。うん、玲子さんもねすげえ難しいところの位置だよね、立ち位置だよね。警察からも言われね、圧がかかり、職場でのなんかこうみんなからの目もあり、ね、キムタクのことも考えなきゃいけないみたいな、もう相当でガンでありみたいな、相当苦しい立場の位置の役柄だと思う。すげえ難しいと思う天海さんのところ。でもやってるところやっぱ素晴らしかった、うん、素敵でしたねやっぱり、うん、まあ陸がどこまで行くか、まあどういうふうに謎を解くというか、そのどういう、ね、発見というか、その、うん、最終的にはどういうふうにこう暴くかというか、真実を伝えるのか、まあ、どうなるのかっていうのはマジでわからない。本当に第3話見た瞬間に全然違ったもん、なんかイメージとそのままこう続くんだろうなみたいなイメージ全然違ったから、まあ今後も変わってくるとは思います。僕はまだまだ多分3話でこれだったら多分4話5話、うん、全然変わってくると思う、うん、またお前みたいな、
お前そこ嘘でしょみたいなところが絶対出てくると思うから、もう多分予想しても多分わかんないぐらいだと思うけど、まあ、まだまだこれからどん底に落ちることは間違いないと思うんで、それも含めてちょっと楽しみにしたいなと思うので、皆さん来週も、ね、まだ昨日終わったばっかで、まだ今日ですけども、また来週楽しみに待ちましょう。バイバイ。